こんにちは、しょりちゃんのりみです。今回はキャンドゥで買ったものキャンドゥでね、1000円チャレンジしてきましたねで、しほちゃん編とりみちゃん編で、はい、むいくんね分けて紹介したいと思います。ふいやと。はい、じゃありみちゃんが買ったもの、久しぶりだね、1000円チャレンジとか。うん、りみちゃんね、久しぶり、久しぶりすぎるね。見てのり、ちょっと待って、まだまだ早いよ。はい、じゃあ順番にね、紹介ね、してもらいたいと思います。おい、お菓子系が多いでしょ。はい、じゃあちょっとじゃん、ざーんと見ちゃおうか。ピーン。はい、じゃありみちゃんが買ったものはじゃじゃーん、この飯見るとこんな感じでございます。これね、一回ね、開けちゃったの、開けちゃったのもうはい、じゃあこれをね、ちょっとね、詳しく一個一個ね見ていきたいと思います。今日のおやつはこれだ。はい、じゃあ一つ目、ピザポテト。はい、これね、ナポリタンもあったんだけどね、うん、やっぱこれにした。ピザポテトね、おいしいよ。おいしいよね。はい、次、まあ、リミちゃんお菓子が多いかな今回アーモンドフィッシュ。そう、このね、お魚好きだよね。うん、アーモンドもね、美味しいよ。うん、アーモンドもね、栄養満点なので。そうなの？はい、そうなの。はい、次。次ね。これ4つで100円だったね。うん。はい。で、なんでこのミルクボールを買ったかというと、次ね。そうです。これをね、買いました。これに入れてみたらどうかなということで、入れてみよう。うん、じゃあちょっと、じゃあちょっとさっと拭いてこようかなはい、一応ね、拭かないとね。うん、じゃあ、これこうした方がいい。そうだね、バーってばらまかないでよばらまく。あ、ハサミあるよ。ちょっとハサミ、ハサミで切ろうか。このハサミ黒、黒くない？黒い、もっと黄色。ねえねえ、うん、あのハサミ左でもよいいね。切れたよく、うん、まあ、とりあえずそれぐらい入れとく。でもボールちょっと好き。ボール美味しいよね。うん、美味しい。うん、どうかな、いくかな、うまく。いくよ、うん、やってみようか。どっち向き？右じゃない？あ、そう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 。お、動かない？詰まっちゃったかな。あ、詰まってる。詰まっちゃったかな。ちょっと一回、うん、あ、潰れた。ちょっと一回取るよ。そうだね、できたかな。どう？いくよ。うん、出てきた。よかった。失敗したかったのかね。あそこに、ここにね、うん、ボロってなってんのある。だからこっち回りにしようかな。なるほど。お、出てきた。お、出てきた、出てきた。出てきた。そう、これがしたくて。本当はね、ガムとかラムネとかが良かったんだけど、これしかね、良さそうなのがなくてね、ボロしかね。うん、割れてる。割れてる。ちょっと割れやすいのが難点だね、ボールはね。うん、まあこれ、たぶんじゃあ遊びながらね、食べれるね。うん、めっちゃ出てくる。めっちゃ出てくる。次。はい、次、ハイチュウ。これも2個100円でしたね。コーラとブドウだね。うん、グレープか、グレープ。ブドウだよ、ブドウ。まあ、ブドウでもいいか。はい、じゃあ次。次だよ、氷。はい、これはね、冷凍庫に入れて氷にして使うやつね。うん、
はい、これがなんかりみちゃん欲しかったそうです。次、お米の海苔。お米の海苔、食べません。なんか開けるとこんな感じでね、別入りになってる。なんかね、ぷにぷに。自分でそこに入れるんだね、その袋を開けて。うん。かわいいね、でも。トロトロしてる。うん、かわいい海苔。この入れ物かわいい。ね、おにぎりの形がとってもかわいいです。これキャンドゥに売ってました。これ前ね。うん。買った時ね、ママ、これ食べれるのって言ってたんだよ。お米の海苔って書いてあったからさ、食べれるのかなと思って。お米につける海苔かと思ったの。え、お米でできてるのかなと思って。え、でもほら、米でんぷんからできたって書いてあるよ。そうだよ。ほら、米でんぷんからできた安心安全海苔って書いてある。食べてもいいの？安心安全って書いてあるから、ちっちゃい子がもしペロッとしちゃってもまだ大丈夫だよっていう感じかな。ちゃんと食べられませんって書いてあった中に。え、見て、バブちゃんだ。え、誰？オイル食べてるもん。しょうがない。はい、じゃあ次行きましょう。くまちゃん。はい、くまちゃんです。最近黄色の色にハマってる。そう、なんか青いクマもいたんだけど、なんかりみちゃん黄色いクマにしましたね。最近黄色が好きかな。足めっちゃ開いて。確かに。はい、かわいいです。足めっちゃでっかくない？うん、でっかいの、そのクマちゃん。はい、じゃあ最後というか2つ、なんと RS。 RS、 RS、 まあ SR っていうの、司法の S とりみの R。そう、これをなんか2つ、りみちゃんこれ買うって言ってて、これはどうすんの？一緒に飾るの、それとも別々に飾るの？一緒に飾るの。じゃありみちゃんの部屋に SR って飾るんだ。あら、もう仲良しだそうです。はい、はい、こんな感じでりみちゃんがね、久々にね、キャンドゥで結構いい、いい、ちょびちょび食べれていい。はい、キャンドゥで買ったものね、紹介しました。はい、はい、というわけで今回はキャンドゥでリミの買った商品を紹介しました。はい、それではバイバイ。バイバイ。ね、これめっちゃ美味しい。美味しい。ボーロってこんなに美味しかった。あー、美味しい。あ、バイバイ。